去年の話なんだけど、晩ご飯の準備して旦那の帰り待ってたら、女連れで帰ってきて、いきなり離婚してください。慰謝料もちゃんと払います。って二人で土下座。びっくりしたわ。私と旦那は、元は共稼ぎだったんだけど、旦那父が、まず認知を発症してしまって、夫婦二人で、介護施設にお世話になることになった。旦那母の方が、歩行に多少不安はあるものの、介護認定も出ないくらいだったので、なかなかいい施設が見つからなかった。旦那妹は独身で、親と同居だったけど、物分かりのいい人でさ。親の家と、預金、年金、全部、親の介護費用に充てようって言ってくれて、家を売ってくれた。おかげで、民間の施設に二人で入ることができた。その旦那妹が、妹表記になります。4年ほど前に病気になってしまって、仕事ができなくなって、うちで、引き取り同居を2年近くしたんだけど、その時も本当にいい人で、私や旦那に、ものすごく気を使ってて、気の毒だった。その後、妹の病気が進んで、入院するようになって、妹が、ちょっと、精神的に不安定になったりしたのもあって、完全看護の病院だったけど、個室に入って、できれば、夜間は、家族が一緒に寝てやってくれってことだったので、私が時短勤務にしてもらって、妹の病院に通ってた。結局1年も経つに、この間死んじゃった。それでも時短勤務だから、晩ご飯や家事も、できるだけのことは、きちんとしてたつもり。でも、この夜間いないってのがダメだったんだろうけど、見事に不倫してくれちゃって、そのうち本気になっちゃったみたい。で、結果、晩ご飯の時に突撃されたってわけ。正直言って、不倫されてるなんて思ってなくて、想像すらしたこともなかったので。なんだこれ?って感じで、わけが分かってなかったせいもあるんだろうけど。なんでかわかんないうちに、旦那とその相手に食事を勧めて、3人でご飯食べてるうちに、だんだん冷静になってきて、なんで一緒にご飯食べてんの?って状態になってたのをよく覚えてる。でも、結局その日は、一人にしてくれと言って、私一人で家にいた。びっくりするくらい冷静で、時短勤務を解除してもらえるのはまだ先だし、今住んでるマンションも出て行かなきゃいけないし、財産をどうやって分けるんだろうとか、いろいろ考えてた。それで、次の日は、会社に体調が悪いと嘘を言って、早速弁護士を探し始めて、何人かに当たりをつけて、相談の予約をした。3人目の人だったかな?多分、3人目の女の人が、私と年齢が変わらなくて。私は、別に、旦那を責めるつもりで話したわけじゃないんだけど、妹の介護のことを話して、そのせいで、夫婦の間の会話がなくなってしまったから、こんなことになったんだと思うって話をしたら、ものすごく憤慨してくれて、なんか、ものすごく親身になってもらえてると感じて、その人に決めた。もう一人か二人、相談する予定だったけど、この人がいいって思って、その人に決めた。それで、離婚には応じる代わりに、慰謝料やいろんなものをきちんともらうよ、って話になって、旦那の方は、財産も慰謝料も、何ら揉めずにすんなりだった。離婚もすんなり決まった。結局、離婚するのに、1ヶ月かかるかかからないくらいだった。それで、離婚成立後、不倫相手に、慰謝料の請求を行ったんだけど、なんでか、揉めに揉めてしまって、挙句の果てには、旦那に自分が請求されてる慰謝料ほどの値打ちはないとか、お前が大事にしてないから、代わりに大事にしてやったのに、こっちが金を払ってもらいたいとか言われたり、ほんと、豹変ぶりにびっくりした。まあそれでも、こっちはもう離婚しちゃってるし、そんなことを言うなら裁判だねって言ったら、しぶしぶ慰謝料を払ってくれた。不思議なことに、まだ二人は再婚してなくて、最近になって、旦那からメールが来る。読んでいないけど、なんか寂しいらしい。タイトルが寂しいになってる。なんか私も、妹が死んでから、寂しいってなってたんだけど、旦那からメールが来るようになって、喪失感がなくなってきて、
今週で時短勤務が終わるので頑張ろうと思う。なんか長いこと黄昏れてたけど、そういう気分はもういいかなって思ってる。長い上に分かりづらくてごめん。